宿ネズミの川原さん、浦和レッズサポをネタにする11月24日の全力脱力タイムズで天竺ネズミの川原さんが浦和レッズネタを披露した。今回の企画は長難問2択クイズで賞金100万円、芸能人たちの言動を予想する2択クイズが出て連続で5問正解すれば100万円がもらえるというもの。番組の後半に川原さんに関する問題が出された。伊勢番組の番宣目覚ましじゃんけんの撮影で川原さんの言動を2択で予想するクイズが出題されます。問題は、川原さんは目覚ましじゃんけんの自己紹介を真面目に言わない、カズレーザーは迷わず言わないを選択します。VTR が進み早くもふざけ始めている川原さん、スタッフに自己紹介を促されます。どうも、浦和レッズの皆さんです。天竺ネズミの川原さん面白くて好きだわ。浦和レッズの皆さんです。ゆうた、河原に目覚ましじゃんけんのオファーくんやろ。河原によるおバカ劇場。川原さん最近似てなかったけど、似てないうちににちゃんとまた進んでる感じ。無個性な人が個性を出そうとしてる感が痛々しいというか、ねじった言葉を出そうと必死だよね。よくわかんないけど、今脱力タイムズで天竺ネズミの川原さんが浦和レッズって言った。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。